新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ごきげんよう、山口彩希です。新しい年を迎えたということなので童謡を歌いたいと思います。いつもはこう日の丸の旗だったりとか、お正月のね歌、1月1日だったりとかって歌っていたりするんですけど、今回は、焚き火を歌いたいと思います。なんでこの曲を選んだかというと、好きなんです好きなので歌います。好きっていうのもあるんですけど、なんかすごいねこう独特の表現、まあ、歌詞なので、ちょっと皆さんにまた改めてね知っていることだと思うので、また改めてこう聞いて感じていただいて、こうお正月をね、まあ、新年を皆さんで迎えていただけたらなと思います。で、この曲「焚き火」、1941年昭和16年に「幼児の時間」っていう NHK のラジオ番組で、放送されて、初めて皆さんに知れ渡ったんですよね。で、後に1949年昭和24年に歌のおばさんっていうまた NHK のラジオ番組で、まあ、放送されて、まあ、幼稚園、保育園、小学生、小学校で放送されたというか流れたというか、でもみんなね、まあ、歌えるんじゃないかなと。私の世代もみんな知ってるから、ずっと継がれてますよね、引き継がれてますよね。で、作詞されたのが辰巳製菓さんで、本名は野村七蔵さんっていう方かなです。で、作曲が渡辺茂さんです。で、作詞された辰巳さんなんですけども、この曲を作られたきっかけなんですけど、辰巳さんの自宅近く、まあ家の近くですね、に樹齢300年を超すその木が6本生えてたんですって、家の近くに。で、その家の近くっていうか、まあお屋敷なんですけどね。で、まあ、そこがあれらしいです、東京都の中野区の現場中野区の場所にあるらしいんですけど、ね、大きなその木なんですけど、その木がケヤキっていう木で、そのケヤキの木が6本生えてたんです。あやきじゃないですよ、ケヤキね、ケヤキの木が生えてて、で、まあ、ケヤキ屋敷っていうふうに言われるぐらいの大きな、まあ大きな木が6本、大きい木が6本生えてたわけなんですけど、まあ、そのところで、まあ、家を通る中でこうできたそうなんですけど、なんか歌詞の中にね、北風ピープー吹いているっていう、ピープーっていうその言葉というか、その表現っていうのが、同様のこの焚き火でしか使われてないそうなんです。で、なんかピューピューとかヒューヒューっていうのは結構ね、いろいろこう使われていると思うんですけど、ピープーっていうのはこの焚き火の同様だけだそうですね。で、まあ、独特な表現ということで、まあ、柔らかい、子供も歌えるようなっていうイメージで作られたんだと思うんですけど、まあ、そういうところもね、なんか素敵だなと思って今日は歌いたいなと思います。では聴いてください、焚き火。ありがとうございました。